教育功労賞はフランス共和国国民教育賞によって教育関係者に与えられる名誉勲章。高等教育を含む教育全般に多大な貢献をした者に与えられる勲章であり、フランス人だけでなくフランス語教育やフランスとの文化交流に貢献した外国人、フランスの学術研究を積極的に紹介した外国人も対象とされる。1808年に ナポレオン・ボナパルトによって創設され、1955年に現在の教育功労省が制定された。シュバリエ、オフィシエ、コマンドゥールの3等級がある。フランス革命以前の教育は主に聖職者によって行われていたが、革命後の1802年5月1日の法律による理性の設立、高等教育に関する1806年5月10日の 法律による帝国大学の設立、1808年5月17日の政令付属書によるバカロレアノイの学位制定など、フランス公教育が組織化された。また、1808年5月17日の政令第4条で、公訴院の各管轄区に相当する大学区を設置するとし、同年10月18日にこの数が18と定められた。この結果、 以下のように、教育者の三つの等級が制定され、これに応じた勲章が授与された。ただし、今日の勲章の正明及び、略樹のように一品などで取り付けるのではなく、制服に縫い付けて着用した。この後、教育制度及び、教育行政機関の変遷に伴って、官職階級が変化し、勲章の等級、衣装も変化した。1828年に、 それまで委員会や評議会の位置づけであった中央教育養成機関が公教育省に昇格され、さらに1932年のエドワール・エリーを内閣成立に伴って国民教育省に改称された。一方、1866年には公教育省に就任したばかりのビクトル・デュ・ルイの提案に基づいてナポレオン三世が発した同年4月7日の政令により、 公教育機関に所属する者以外で教育に多大な貢献をした者にも教育功労賞が授与されることになった。現在の教育功労賞が制定されたのはルネコティ大統領、エドガール・フォール閣僚評議会議長、ジャンベルトワン国民教育賞の連名による1955年10月4日の政令第55から1323号によってである。同政令により、 教育功労省議定官会議は、1国民教育省、2レジオンドヌール勲章勲局の総裁の推薦に、基づき、国民教育省によって任命される、レジオンドヌール勲章勲局の議定官、3国民教育省中央管理局の各局長、4国民教育観察総監、5国民教育研究管理観察総監によって構成され、国民教育省が、 同会議の議長を務める。これは60年後の2015年6月10日の政令第2015から652号による教育功労省の最終修正時にも変わっていない。等級も現在のシュバリエ、オフィシエ、コマンドゥールの3等級が定められた。勲章の遺章はこれまで英知、平和、法上、栄光の象徴であるオリーブの木と成功の象徴である 月景時をデザインしたものであったが、金具工芸師のレーモン修部が1808年制定の勲章と同じように白の枝2本をデザインした衣装を制作した。なお、修部は芸術文化勲章の衣装も制作している。1963年にシャルルド・ゴール大統領が従来の複数の勲章を廃止し、これらに代わるものとして、 国家功労勲章を制定した際にも、クリスチャン・フーシェ国民教育省の要請により、教育功労省は維持されることになった。1962年に、共和国大統領及び国民教育省の講演により、教育功労省受賞者協会が設立され、1968年に公益認定を受けた。2002年4月19日の政令。 第2002から563号により、各等級の年間受賞者数の上限がシュバリエ7570人、オフィシエ3785人、コマンドゥール280人に定められ、さらに2018年8月29日の政令では、シュバリエが4547人、オフィシエが1523人と、半数以下に制限された。カテゴリー シュバリエでパルマアコダミックス、カテゴリー、オフィシエでパルマアコダミックス、カテゴリー、コーマンターでパルマアコダミックスも参照。受賞者のごく一部を以下に示す。カッコ内は、受賞年。ありがとうございます。